楽しく身につくブラジルポルトガル語講座をご覧の皆様、こんばんは。ボノイチ。こんばんは。ボノイチ。ボノイチ。ボノイチ。今日はスペシャルゲストとして、ブラジルから出稼ぎに来られたオリベイラ・フランクリンさんを招いております。じゃあ、オリベイラさん、よろしくお願いします。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 はい、それでは、ブログの中にも紹介しました焼肉バイキングへ行ってみようを今度はネイチブの発音を交えて今日はバッチリ練習してみましょう。はい、それでは焼肉バイキングへ行ってみようですね。これはバモスナシュワスカリア、ね、じゃあネイチブの発音を交えてみましょう。じゃあオリベラさんお願いします。Vamos na churrascaria。 いかがですか？じゃあ今度は横山さん言ってみましょう。 Vamos na churrascaria。 Vamos na churrascaria。 あ、いいですね。じゃあ今度は上山さん言ってみましょう。じゃあ上山さんに読んであげてください。 Vamos na churrascaria。 Vamos na churrascaria。 お、いいですね。はい、オリベラさん、最後にもう一度お願いします。Vamos na churrascaria。はい、ね。この R の発音に気をつけましょうね。ダブル R の場合は、あ、ひ、ふ、へ、ほの発音になりますので、この場合は、シュハ、ハ、ハスカリア、シュハスカリア。このハの発音になります。はい、それでは次行ってみましょう。あ、これがシュワスカリアの写真ですね。ここにバッチリシュワスカリアって出てますね、看板が。はい、それから、まあ、ちなみにここにはヘベヨンって書いてますけど、これは大晦日という意味です、ね、あなたの役を大晦日にどうぞというような、宣伝ですね。はい、そしてここは実際にウェイターが、焼肉を持って各テーブルを回るんですね。このようにして、自分が欲しい、ところを捕まえてウェイターが切って食べさせてくれるんですね。目の前でちょっとしたパフォーマンスです。はい、それでは次の画面いってみましょう。じゃあ、単語の、発音の練習をしましょう。じゃあ、肉という単語は、カーニ。じゃあ、オリベラさんお願いします。カーニ。はい。じゃあ、横山さんお願いします。カーニ。はい。じゃあ、もう一度お願いします。カーニ。はい。上山さん。カーニ。はい。で、次は、焼くという動詞ですね。これは、アッサー。はい、じゃあオリベラさんお願いします。アッサー。はい、じゃあ横山さんお願いします。アッサー。はい、じゃあもう一度。アッサー。上山さん。アッサー。はい、次はバーベキューという意味で、シュハスコ。はい、じゃあオリベラさんお願いします。シュハスコ。はい、じゃあ横山さんお願いします。シュハスコ。はい、じゃあもう一度オリベラさん。シュハスコ。じゃあ上山さん。シュハスコ。はい、これがシュハスコ、バーベキューという単語ですね。最後の語尾にシュハス、語尾がシュハスカリアになると、そのお店を表しますので、焼肉バイキングという、まあ、お店のことをシュワスカリアと言いますね。先ほど出てきましたこれですね、シュワスカリア。この語尾がイーヤになりますね。はい、それでは次行ってみましょう。今度はですね、人によって焼き加減の好みがあります、ね、よく焼いた方がいいのか、あれは
塩焼きなのか、それとも生焼きなのかということで、実際に自分がその欲しいものをですね、言えるようにちょっと練習しましょう。じゃあ、Well done。これはよく焼きということで、Ben passado。はい、じゃあ、オリベラさんお願いします。Ben passado。はい、じゃあ、横山さんお願いします。Ben passado。はい、じゃあ、もう一度。Ben passado。はい、上山さん。Ben passado。はい、よくできました。じゃあ、次は。ミディアムですね。これは、中焼き。メイオパッサード。はい、じゃあ、オリベラさんお願いします。メイオパッサード。はい、横山さん。メイオパッサード。はい、じゃあ、もう一度お願いします。メイオパッサード。はい、上山さんお願いします。メイオパッサード。はい、いいですね。じゃあ最後に、レア、生焼きですね。これを、マオパッサード。はい、じゃあ、オリベラさんお願いします。マオパッサード。はい、横山さんお願いします。マオパッサード。はい、じゃあもう一度。マオパッサード。はい、上山さんお願いします。マオパッサード。はい。この便というのはよくという意味ですね。で、パッサードというのはよく火が通っているという意味もあります。うん、それから、メイユですから、これはまあ、半分ぐらいというね、まあ、中焼きですね、の意味。そして、マオは、これは悪いという意味もありますので、あまり火が通ってないという意味もあります。ね、それで、便パッサード。メイユパッサード、そしてマオパッサード、ね、このようになります。はい、それではじゃあ次は実際に、じゃあ自分が例えばミディアムが欲しいです、これの練習をしてみましょう。ケールメイユパッサード。このケールっていう単語は欲しいという意味ですね。英語で言うと want。それから、ミディアムが先ほど練習しました、このメイユパッサードですね。はい、じゃあ、オリベラさんお願いします。Quero メイユパッサード。はい、じゃあ、横山さんお願いします。Quero メイユパッサード。はい、じゃあ、もう一度お願いします。Quero メイユパッサード。はい、じゃあ上山さんお願いします。Quero meio passado。はい、いいですね。いいですよ。ネイティブの方が発音いいですというお褒めの言葉をいただきましたので。そうです。これでブラジルのシュアスカレーに一人で大丈夫ですね。うん、大丈夫です。ちゃんと肉が出てきますね。ケールメイオパッサード。ケールメイオパッサード。でもブラジルの人は、どっちかというとこのベンパッサードの方が好きですね。ほとんど。ね。そうゴスト。あまりやっとどベンパッサード。ベンパッサード。ほとんど皆さんこのベンパッサードよく焼きの方を好まれるそうです。おお。はい、では次行きましょう。もしウェイター、ガラソンね、ウェイターがお肉を持ってきて、まあ、いかがですか？相手に何かを差し上げるのに使う言葉です。それを、アセイタとこのように聞きます。アセイタ、いかがですか？はい、じゃあオリベラさんお願いします。アセイタ。じゃあ、横山さん。アセイタ。はい。じゃあ、もう一度。アセイタ。はい。上山さん。アセイタ。はい。いいですね。じゃあ、このように聞かれたら、どのように答えればいいかですね。うん、それは、例えば、まあ、自分が欲しいときは、はい、いただきます。
Sim, aceito. はいという言葉は、しん。いただきます。アセイト。お願いします。Por favor。はい、いただきます。お願いします。しん、アセイト。Por favor。この C の発音に気をつけましょうね。日本人にはちょっと難しいんですけど、C って言いがちです。C じゃなくて C。Thin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 。はい。じゃあネイティブの発音を聞いてみましょう。じゃあオリベラさんお願いします。Thin。Thin。Por favor。Thin。Thin。Por favor。はい。じゃあもう一度。Sim, aceito, por favor. はい、じゃあ、Uyama-san。Sim, aceito, por favor. はい、いいですね。はい。ちょっと苦笑いでいいですか？まあ、通じますから大丈夫ですからね。まあ、ネイティブが言ってますから大丈夫です。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ仮に、いや、もういらないですと断るんですね。これは、いいえという単語は、ノン。ノン。まあ、いいえ、まあ、これセットで、いいえ結構ですというのは、まあ、英語で、ノー、thank you という意味と同じですね。これは、ノン、オブリガード。オブリガード。直訳しますと、ノンはいいえ。オブリガードはありがとうございます。まあ、いいえ、ありがとうございます。丁寧な断り方です。ノン、オブリガード。じゃあ、オリベラさんお願いします。ノン、オブリガード。ノン、オブリガード。はい、じゃあ、もう一度お願いします。ノン、オブリガード。はい、上山さん。ノン、オブリガード。はい、OK ですね。はい、じゃあ次は、もうお腹いっぱい、もう満足ですっていう表現は、もうがじゃあ、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 満足です。Estou satisfeito。もう満足です。Já estou satisfeito。はい。じゃあ、オリビアさんお願いします。Já estou satisfeito。Já estou satisfeito。お、いいですね。じゃあ、もう一度お願いします。Já estou satisfeito。じゃあ、上山さんお願いします。Já estou satisfeito。お、いいですね。はい、いかがでしたか？このように、繰り返し繰り返し、練習しますと必ず通じるようになりますので、ぜひ音響練習して一人でもブラジルで、焼肉バイクに行けるようですね、ぜひ練習してみてください。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。オブリガード。オブリガード。オブリガード。ワノイ。アテマイス。アテマイス。